皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は年齢を詐欺っているキャラを解説していきますよ。幻想郷では見た目に似合わず長生きしているキャラが多いが、年齢を詐欺っているキャラとはどんなキャラなのか気になるぜ。キャラ自身が年齢をごまかすようなことをしているので楽しみにしていてくださいね。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する年齢詐欺を行ったキャラは、東方精錬戦の6面ボスである聖白蓮です。出ました、妙蓮寺のおばあちゃん。いやバイクで疲れるよ。そう、彼女は妙蓮寺の僧侶にして魔法使いでありながらなんと戦闘スタイルは根っからの物理アタッカーで、バイクに乗り込み弾幕として攻撃もします。いやこれも弾幕なの？幻想郷は全てを受け入れる場所なのですよ。ライダー姿は、峰富士子ちゃん顔負けにスーツを着こなしていて、若々しさ満載。スタイルが良くないとライダースーツなんて着こなせないよね。ライダーといえば、仮面ライダーですが、攻撃技もライダーキックを模倣としているような蹴りがありますよ。そういえばなぜ白蓮がバイクに乗っているんだっけ？東方神秘録では、都市伝説を具現化することができ、霊夢たちは自分に合った噂を身につけ、怪異をおもちゃのように扱っていたからです。そして白蓮が取り込んだ怪異がターボババア。もちろんでございますが、ターボババアは高速道路を走る車を自らの足で追いかける老婆の怪異なので注意してくださいね。このターボババアというのは現実で、実際に噂された都市伝説で白蓮本人を指しているわけではないってことだな。白蓮は身体能力を上げる魔法を得意とするため、呪文を唱えることで飛躍的な能力を得ることからこのオカルトになったのだと思われますね。実際はバイクに乗っているんだがな。さらにゲーム中なら白蓮の場合普通に走った方が速いとマミゾウから突っ込まれています。ただバイク好きというお茶目さ。服装においても、胸元の黒布が編み上げのように交差されていることで、その豊満な胸を強調していますよ。胸のところだけやたら強調するんじゃありません。実際、東方神秘録のバイク白蓮の立ち絵をよく見ると非常に胸が大きいのがわかります。さらに、格ゲー作品ではしっかりとした膨らみが描かれていて、ドット絵では、なんと見事な巨乳なばかりかと、たっぷんたっぷんの乳揺れを見せていますよ。私と同じくらいか。そんなどう見ても若々しくてスタイル抜群な白蓮ですが、実はもともとおばあちゃん。元おばあちゃんって意外すぎるぞ。白蓮には弟がいて、伝説の僧侶と呼ばれた人物でもあります。名前は現在住んでいる妙蓮寺と同じ名前の妙蓮なんだぜ。実は裏設定として白蓮は年老いてから彼に法力を学んでいましたが、彼は白蓮より先に死んでしまいました。それがきっかけで白蓮は死を恐れて魔法使いとなったのですよ。年老いてからってことは白蓮はもともとおばあちゃんだったんだな。そして魔法使いになったことで、若返りの力を得ることができたんだね。しかしそれをいいことに結構若々しい言動が多く見られます。妙蓮寺を建立する際の手伝いを募集するために配られた、おそらく白蓮の手書きと思われるチラシを一部のエンディングで見ることができるのですが、少女らしい事態に、ハートマークや白蓮自身のイラストがあしらわれていて、とても可愛らしくお茶目さを感じられる内容となっています。完全に詐欺ってるやん。またバイクに乗ったことで、作中の他のキャラクターからは思い切ったなどと言われていますよ。あ、他のキャラもわかっているのね。そんなお茶目さを持ち合わせた白蓮は人間からも妖怪からも人気があって、ブンブン丸新聞の取材では白蓮の説法が人気である様子なども語られていますよ。それにしても白蓮の解説していたら、私も時速100キロ出したくなってきましたよ。いやそれだと無理でしょ。ではでは次に紹介する、年齢詐欺を行ったキャラは雲山です。出ましたポンデリングデイ。私はエンゼルクリームパイ派です。雲井一輪のパートナー的な存在が雲山ですよ。一輪と常に一緒に行動していて、その関係はもはや一心同体と言っても過言ではないほど。おっちゃんと少女が一心同体って危なすぎやろ。すぐそういう思考になるよねこの人。そんな雲山のパートナー雲井一輪は通常弾幕担当で、スペルカードは雲山が行っていますよ。そしてその雲山のスペルカードがあまりにもインパクトがありすぎることで有名なのです。超巨大な剣に目からビームといった、ド迫力な弾幕に驚いた人は数知れず、剣も弾幕になるってマジかよ。その雲山のパワーと雲一輪の起点を利かしたテクニックから、東方部門クジュで戦闘力が高いと書かれています。またダブルスポイラーの旗手のコメントによると、出ました入道の大きな手。思ったよりスピードがあるなぁ。うまく撮影できたかな？うまく撮れたら、入道の肩叩き、なんて記事でも書こうかな。といったコメントをしています。雲山のめちゃくちゃ大きな剣はパワーだけではなくてスピードもあるのか。また他のコメントでは、入道って大きく見せているけど、本当の本体は小さいんだよね。その正体は秘密らしいけど、探してやろうかなぁ。ところで、ニョキ、って何？とのことで実際の雲山の体の大きさは意外にも小さいようですね。つまり雲のように自由自在に体の大きさを変えることができるってことね。元ネタはずんさん曰く。雲山は入道雲のイメージ。入道雲が出ると必ず大雨と雷になる。
それは妖怪としてはわかりやすくていい。妙道を大きさ的にそのまま出すのはないと思ったので、代わりに喋ってくれる人として一輪が出た。仏教の話になることが決まっていたので天さんのイメージを入れた。とのことで、もともと雲山を出すために一輪が追加されたようですね。ということは初の男性キャラ単独で弾幕ごっこを出すつもりだったのか。これはめちゃくちゃ面白い情報だぜ。そんな雲山の性格は真面目なようで、頭の固い性格らしく、一輪はうまく扱っているようですよ。まさに見た目通りの頑固親父ってところだな。とりあえずハッピーターンあたり上げたら言うこと聞きそうだぜ。いやそんなことないやろ。でそんなことあるのかい。ちなみに一輪には、自分より上位の存在と仲良くなり怪獣してしまう特性があります。だから雲山ともうまく付き合えることができるのか。そして雲山は1000年前から聖白蓮を慕う者の一人なので年は1000歳以上。がしかし、年齢が1000歳以上確定であるにもかかわらず、二つ目はマミ像から若像扱いされています。あの子はモテの頑固親父のような雲山まだ若像なの？そうなのですよ。実際、妖怪で1000歳は結構若い方なのではと思われますね。レミリア・スカーレットは500歳ですが、二つ名に永遠に赤い幼き月と書かれていることから500歳で私たちでいうところの10歳前後、つまり1000歳なら18から24歳ぐらいってことか。まさかの頑固親父風美青年ってことになりますね。意味不明な言葉作るんじゃありません。確かに性格は頑固親父で無口ですが根は優しく、曲がったことが嫌いで正々堂々としているものを好む性格をしています。しかし頑固親父キャラは演じているだけと東方人陽明館で判明しました。いやいやいや、性格を演じてくれていたのかよ。本当は温厚な性格、気が小さいところもあり、一輪がいないところでは人前に出ることができず、わさぐものふりをしているとのこと。まさかの性格は純正のショタッコじゃん。純正のショタッコってなんだよ。雲山は自分のキャラクターを考えて性格は頑固親父風に振る舞ってくれたんですね。どう見ても悪いことしたら叱ってくれるいいおじいちゃん的なキャラっぽかったけど、中身はまだ20代前後の恥ずかしがり屋な青年だったとは。これはめちゃくちゃ面白かったぜ。ロリババはよく目にしますが、まさか時事書タッコは初めてですよ。わけのわからない言葉作るんじゃありません。それでは次に紹介する、年齢詐欺なキャラは風神 6EX ボスを務めた森安和子です。東方のロリババ代表キャラと言っても過言はないでしょう。諏訪子といえば、あの特徴的すぎるケロ帽ですよね。実は作中では諏訪子はこの帽子を着用した状態で登場することが多いのですが、室内でのシーンなどではなんと着用していない様子も見られますよ。帽子の被っていない諏訪子どんな感じなのか見てみたいぜ。なんと頭のてっぺんに葉っぱが咲いています。それ低いんでしょうが、目玉が2つついたカエルを思わせるような可愛いデザインの帽子を被っていますが、この帽子のモチーフは一目傘でしょう。霊夢部長、一目傘って何なんだ？中央に高く羽ばく形という突起を作った傘で、女性の外出時の格好ですよ。身長はサナエより少し高く、カナコより少し低く見えるのですが、帽子の分を差し引くとサナエより少し低く、まさにロリッコちゃんですね。また見た目通り、飛走転速での動きは立ちとしゃがみの高低差が逆だったり、ぴょこぴょこ跳ねて歩けなかったり、足をバタバタして飛んだりとカエルを彷彿とさせる動きと、元気な幼女のような行動に似ているだけで癒されちゃいます。諏訪子の動きは可愛すぎるよな。そんな諏訪子はなんとこちやさなえの先祖なのです。つまりはおばあちゃん。遠い孫よりも子供っぽいおばあちゃんって面白すぎる設定だな。ということは子供を産んだのでは？と疑問に思いますが、神様は自分で子を授けられるので特に結婚したからとかではないですよ。こんな可愛らしい見た目だけど、諏訪子は守谷神社の本当の祭神ですごい神様なんだぜ。そう、能力も子を想像する程度の能力という不思議な能力を持っていて、支配神を再び神を使って大地に変化させることができるのです。再び神を操るなんてすごすぎるぜ。その再び神は未釈寺様と言われています。そしてこの能力で穀物の豊かな地にすることもできるんですよ。ミシャグジ様は生誕、農作、軍事、様々な事柄のたたり神だから農作物系には強く、荒れ地にすることも可能。神様らしい便利すぎる能力だな。また友人のカナコと力を合わせれば、一晩で妙蓮寺のような立派な屋敷も建てることもできちゃいます。ちなみにミシャグジ様はミサグチとも表記発音され、ミサク神、ミサグチ神、石神、ミシャグジ、イグン神、シャック神、宿神、おしゃもじなどなど様々な字が当てられ、その正体についても様々な説が唱えられる謎の神と言われています。なんと縄文時代より人々から崇められている神様でもあるんですよ。ということはそれを統括する諏訪子は縄文時代生まれか、それ以上ってことになるよな。あんな可愛らしい見た目でめちゃくちゃ歴史ある神様だったのか。特に諏訪地方の信仰形態が有名ですが、ミシャグジ信仰自体は東日本全体に広まっていて、それぞれの地方で神聖や信仰形態が違うようです。
諏訪地方では蛇神である蘇生神と集合されたため、白蛇の姿をしているとされていますよ。もともと諏訪湖は蛇のイメージがあったが、カナコとの戦闘で敗北して蛇に弱いカエルのイメージとなってしまったらしいぞ。ということで、蛇のイメージの時はもっと大人っぽい姿をしていたのかもしれませんね。なるほど、その可能性はありそうだな。もともと諏訪湖が大人だった姿を見てみたい。ちなみにブンブン丸新聞によると、殴れば空の彼方まで吹っ飛ばせることができるようですよ。その新聞でましか書いてないだろ。ではでは次に紹介する年齢詐欺キャラは高魔教の5年ボスを務めた伊賀酔い咲夜です。咲夜は悪魔の住む館と呼ばれる高魔館に住む唯一の人間にしてメイドたちのリーダーなんだぜ。髪型は銀髪のボブカットであり、ヨーヨームを除く全ての作品でもみあげあたりから三つ編みを結い、髪の先の方には緑色のリボンを結んでいるのが特徴。あの緑のリボンが可愛い。瞳の色は高魔教では明るめの赤褐色であり、ヨーヨーム以降は概ね紺色となっています。身長は10代後半以降程度とされているんですよ。ということはかなり昨夜はスタイルが良さそうだな。ベースとなったキャラはおそらく旧作で登場したゆめこちゃん。前回の授業で習ったがゆめこは新規によって作られた最強クラスの魔界人で、赤い半袖のメイド服を着て、ナイフのような短剣を扱っているんだよな。もし東方プロジェクトに出てくるメイドキャラについて知りたい方はこちらを見るといいぜ。幻想郷の妖怪についてまとめた書物幻想郷演技を書いている、ヒエダー級からは、どちらかというと何百年年も昔の人間のように感じることがあると言われています。そんな昨夜は年齢は本人曰く10代後半と言っていますが、落ち着いた性格と能力から見てもその発言は疑わしいらしく、数百年は生きているのではと言われています。それが本当なら完全に詐欺ってるやん。阿久も転生を繰り返して実質1000年以上生きている人間なので、この言葉には信頼性がありそうだぜ。そもそも昨夜は時を操れることができますからね。昨夜は時間を操る程度の能力というあまりにもチートすぎる能力を持っていますよ。この能力は時間を加速させたり遅くしたり停止させることができるのですが、時間を戻すことはほぼ不可能とのこと。やっぱり時間を戻すことはできないのか。また10代が疑わしい理由としては、高魔館で働き始める以前の彼女の姿を見たことがある者はいないことからも言えますね。昨夜は自分の能力に絶大な自信を持っていて、徐々に力を失いつつあった吸血鬼なら自分でも簡単に仕留められるだろうと思って吸血鬼探索の旅に出ていました。そうして吸血鬼を追って高魔館にたどり着きましたが、見た目が幼い吸血鬼なのに想像以上に強く、あっさりと返り討ちにあってしまったのです。その能力を惜しんで彼女に新しい名前を与え、改名によって運命を正反対に変えられたんだよな。そうして昨夜はレミリアのメイドとなり、吸血鬼の側近になったと言われています。そこまでの過程を考えると、10代で行えるような言動ではないでしょう。確かに旅の前に戦闘もできることからそれなりの年月は経っていると思われるぜ。そもそも昨夜って人間なのか疑わしいところがあるよな。確かに、悪魔が住む館の高魔館で唯一の人間ですが、その中で実質仕切っているのはこの昨夜ですしね。ちなみに高魔館組は私たちの世界よりももっと遠い外の世界から来たようですので、そっちの世界での人間というのは私たちの世界の人間とは大きく異なっている可能性があります。なるほど。そういう見方もあるのか。昨夜たちのいた外の世界はどんなところかめちゃくちゃ気になるよな。高魔教は20周年を迎えていますが、未だに謎なことが多くて面白いところですよね。ちなみに私も生まれて20周年なんですよ。20年前に生まれてきてしまったのね。それではラストに紹介する衝撃の年齢詐欺キャラは、東方栄野賞の5面道中を務めた稲葉帝ですよ。初の道中キャラで時期に抜擢された非常に特殊なキャラだよな。ズンさん曰く、高魔教では大妖精や小悪魔といった道中ボスはアイテムを落とすくらいのつもりで作っていました。またヨーヨームではリリーも設定はあったのですが、それ以上に持ったキャラが稲葉帝とのことですよ。ズンエでも頭身はかなり低く、各書籍においても身長はかなり低く書かれています。妖精のように気性の激しい性格で、貝塚における霊戦の波長診断でも、ウサギの中でも飛び抜けて短い波長と言われています。長いほどのんき、短いほど短気のようだぞ。というかあの可愛らしい見た目に似合わず短気なんだな。しかし、お師匠様のエイリンより大黒様の方がいい薬を作るとエイリンをコケにしたりと、妙なカリスマを発揮することも、幻想郷ヒロシといえどエイリンをコケにできるやつなんていないと思ってたぜ。エイリンとかぐやが迷いの竹林に永遠帝を立てて、数百年後に永遠帝に侵入しています。その際に迷いの竹林の所有者を自称し、二人が人間に見つかるまで歴史が進まない仕掛けを手に施して月の使者を避けていたことを見越してか、人間を寄せ付けなくする代わりに手下のウサギたちに知恵を授けろと契約を持ちかけ、それ以来部下ともども永遠帝に住み込んでいます。
おいおい、ということはエイヤショーまでは実質永遠帝を牛耳っていたのはこんな可愛らしい幼女の帝だったのかよ。さらに、帝はカグヤの能力とエイリンの知恵の結晶である仕掛けのせいで、新たな歴史が起こらないはずだった昔の永遠帝に唯一歴史を起こしている人物でもあります。帝がなぜ仕掛けをくぐり抜けているかはエイリンすらわかっていないのですよ。ええ、一体このウサギ何者なんだ？宝月賞小説版で、エイリンは帝について気がついたらいて、気がついたらいなくなっているとその不思議な神出鬼没さについて語っていますよ。一方で重要な時には必ずいるともしていて、かなり不思議なウサギちゃんだということがわかります。本当に謎の多いキャラだよな。元ネタってやっぱり日本神話の稲葉の白ウサギだろ？そう、向こう岸に渡りたかったウサギはサメを騙して渡ろうとするのですが、怒ったサメに皮を剥がされてしまうのです。また大勢の神たちに意地悪され、もっと怪我がひどくなってしまったのですよ。しかし優しい神様が治療法を教えてもらい、怪我がすっかり良くなりました。ウサギは感謝して何度もお礼を言いながら言いました。ヤガミ姫は心の優しいあなたと結婚するでしょう。それからウサギが言ったように優しい神様は、ヤガミ姫と結婚したというお話です。なるほど、だから帝の能力は人間を幸運にする程度の能力だったのか。ズンさんは稲葉の元ウサギといえば、サメだと言ったら本当にフカヒレになりました、とコメントしていることから、これは原作者が自ら帝と稲葉の元ウサギが同一の存在であることを示したものだと思われます。この話は太古の時代の出来事とされていて、帝の年齢は、しばしば179万または180万歳以上であるとされています。あんな可愛い幼女が180万歳なのかよ。ロリババどころかロリオババじゃないか。いや、どういう違いだよ。この可愛らしい見た目とは裏腹に、東方界の中でもめちゃくちゃ長老なんですよ。ちなみにここまで長く生きれたのは健康に気遣っていたからとのこと。いや、そういう問題なの？そんな帝は可愛さに磨きをかけているようで、ウサギが食べられないようにするにはもっと可愛くなればいいと考えていますよ。180万歳の考え方が可愛すぎだろ。さらに帝の布団は人参絵が散りばめられた可愛い布団なんです。カエイ塚の帝エンディングで見れるのでぜひ見てみてくださいね。それにしても意外な年齢に最初から最後まで衝撃的だったぜ。他にも意外な年齢キャラがいると思われるので探してみてください。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの思う年齢詐欺師がいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。